FM 香川をお聞きの皆さん、こんばんは。そして再放送をお聞きの皆さん、こんにちは。SK48 香川県坂出出身のハタゴンこと高畑ゆうきです。同じく SK48 の谷真理香です。今週も始まりました、中四国一想像力をかきたてられるラジオ番組、かっこ当社調べハタゴン&真理香のジョナララジオ。この番組は私たち2人が食べてよし、暮らしてよし、遊んでよし、そんな香川の魅力を皆さんに伝えていこうというプログラムです。はい、当社調べが引っかかります。はい、なんでしょうかですがね、ちょっと早速ですが、うんうん、このお便りがいつ届いております。お願いします。ラジオネームサー J さんからです。サー J さん、ありがとう。頑張りや、いつもおもろいトーク聞いてます以上ありがとう。ちなみに香川県にお住まいの方の男性ですね。香川県の方、嬉しいよ。サージェイさん、サージェイさん、ありがとう。すごい、頑張りや、いつもおもろいトーク聞いてますちょっとさぬき弁だもん。頑張りやってさぬき弁ですよね。そうなんだ、うん、ちょっと言い方が面白いね嬉しか、嬉しか、それ九州、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 嬉しか、嬉しか、ありがとうございます。面白いトークだって、ちょっと頑張んなきゃね。ちょっと面白いトークを期待されるとね、ちょっと面白くなくなるんだよな。このラジオ高畑さんのトークにかかってますから。ちょっと待ってください二人のトークに、そうそう、この掛け合いがね、いいって言ってくれる人も多いみたいなので、もうちょっとね、オープニングでこんなにいっぱい喋ってますけどまだまだこの後ね、いっぱい喋るので皆さん聞いていってください。こんな感じで今日も元気に放送していきますので、ラジオの前の皆さんもどうぞ楽しんでお付き合いください。ツイッターでハッシュタグジョンラジ、ジョンはひらがな、ラジはカタカナをつけてつぶやいてくれると、ね、私たち、そしてジョンラジスタッフさんも見てますので、皆さんよかったらつけてつぶやいてください。はい、ちなみに5月からツイッターアカウントが FM 香川のアカウントからですね、番組専用のアカウントに独立していますので、そちらもぜひフォローしてください。それではジョンラジスタート。ハタゴン&マリカのジョンナランチャンネル。ジョンラジお便りコーナー。さあ、今日の最初のコーナーはお便りコーナーということで、今日もジョンラジ宛てに届いた皆様からのメッセージをじゃんじゃんバリバリ紹介していきましょう。はい、では早速いきます。神奈川県にお住まいのラジオネーム、ひろひろプリンスさんからです。かわいい名前ね。ね、ハタゴン谷さん、こんばんは。いつも録音してテレワークをしながらまとめて聞いています。自粛明けにサンライズ瀬戸を使って香川旅行を計画中です。早朝から空いてるおすすめのさぬきうどん屋さんがありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします、という。なんていいお便り内容ね。香川旅行を計画してるんですね。香川はいいぞ。いいよね、本当にいいぞ本当にうどん屋さんが。でも確かに私もね、最初香川に来た時、うん、うどん屋さんがありすぎて、はい、その早朝から空いてるうどん屋さんってどこなんだろうっていう疑問がずっとあったわけよ。 あります?でもそうですね、割と香川県のうどん屋さんは朝空いてるお店多いんですけども、うん、それこそ私たちがね、行ったことあるうどんバカ一大さんとかは朝の6時から空いてるそうですよ。待って、朝6時から空いてるの朝の6時ってさ、えってなるよね、こっちからすると、うん、モーニングの時間ですよ ね名古屋で例えると。あ、そうだね、モーニングの時間にうどん食べるみたいな感じですよ。そうですね、あとおすすめのうどん屋さんもね、せっかくだからね、教えてあげたいですよね。まあ高畑的にはね、やっぱガモうどんさん、ガモさんですね、美味しい、美味しいし、並んだ後に食べるうどんってこんなに美味しいんだって感動した。いや本当ですよ、ね。あと清水屋さんの冷やしカレーうどん、あー、わかる、美味しかった。冷たいカレーうどん、しかもさ、うん、初めて食べたからさ、衝撃でしたわ。野菜もさ、シャキシャキしてたよね、うん、ちょっとね、香川旅行行った時には、ね、早朝でね、うどん食べて、お昼もね、ぜひね、いろんなうどん屋さん巡ってほしいなと思います。朝、昼、晩、うどんね、ありですよ、全然いけると思います。からのジョンラジ聞きましょう。あり、お願いします。続いてはですね、とても素敵な内容のラジオメッセージが届いています。ラジオネーム、あきひろさんからです。ハタゴン谷さん、こんばんは。こんばんは。4月17日に行われたハタゴンのソロ公演に行きました。お、ありがとうございます。ハタゴンが一人で歌うところをじっくり見たのは今回が初めてでした恥ずかしいな。セットリストもハタゴンのそれぞれの歌への思いと思いが詰まっていて、本当に良かったです。ありがとう。それに
ハタゴンがかっこよくて可愛すぎました、普段の公演やライブなどとは一味違った形でキラキラしたアイドル全開のハタゴンを見ることができて幸せでした。いつもキラキラしてるけどな。またこのような機会があると嬉しいです。ありがとうございます。そうだね、今はもう6月ですけど、6月だけどね。そうなんですよ、ソロ公演やったんですよね、劇場で。結構お便りさ、たくさんソロ公演のこと、そう、ね、送られてるんですけど、ね、いっぱいあって、どうでした？いやどう、書いてあるよ、なんて書いてある、キラキラしたアイドル全開のハタゴンさん。いや、いつもキラキラはしてるんですよ、ステージの上立つとね。けどやっぱ一人だとさ、より一層というかさ、もう、そうだよね、誰も周りにいない状況だからね、うん、もうただひたすらあのもうアイドルパワー全開で踊ってると、あっという間に終わったっていう、でもさ、歌とかもさ、あれしたんでしょ、リベンジ、あ、無意識の色をあの最後に、最後の曲に持ってきましたね。なんか年末間違えたんだよね。そう、イノシシ年の年にだよ、ね、やって、そしてまたソロ公演でリベンジして、結果どうだったの？結局なんかミスしたみたいミスしたみたいミスした、そうそう、またじゃあ3度目の正直ってことでね、無意識の色どこかで、香川で、香川で、香川で無意識の色、あのマリンドームで、マリンドームでわあ、でもまあ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 、それその時まではちょっと、その時までにちゃんともう一回ね確認しときますありがとう、温かいメッセージ、お疲れ様でした。ありがとう。じゃあ次行きますね。東京都にお住まいのラジオネーム、ゆきざるさんからです。もうゆきざる、高畑さん、谷さん、こんばんは。こんばんは。僕は都内在住の会社員なのですが、以前香川県高松市に転勤していたことがあり、懐かしい気持ちでジョンラジを聞いています。香川県は瀬戸内海に沈む夕日が息を呑むほど美しく、住んでいたところは毎週のようにカメラを持っていろんな夕日の絶景ポイントに出かけていました。以前ジョンラジでも紹介された八島で撮影した夕日の写真をお送りしますで、ちょっと素敵、素敵、やばい、なんか泣きそうになっちゃった、でも確かにさ、ほんと香川県は景色もいいんですよね。景色も綺麗、海も綺麗、瀬戸大橋も綺麗、空気も綺麗、綺麗、確かにあの写真撮りたくなりますよ。私たちもさ、今もそうですけど、谷さん結構写真撮ってるよね。フォルダにさ、同じ写真何十枚もいっぱいあるんだけど、そうそう、海の写真ね、多分瀬戸大橋の写真とか100枚以上あるよね。あるよ、連写でもほんと感動した、瀬戸大橋に映る、その夕日がめちゃくちゃ綺麗、綺麗だったな、見たいな。ちょっと早くさ、梅雨が明けてカラッとした天気でね、見たいね、写真撮る。まあ雨の瀬戸大橋もめっちゃ綺麗なんだけどね、わかるわかる、しっとりとして、いやー、いいですね。カメラ持って私も出かけたいな、ちょっと撮ってほしいな、そのカメラで、ね、あ、わかるわかる、ね、撮ってほしい ね、ちょっとね、私たちがじゃあ見てる時に、ゆきざるさんちょっとあの撮ってください、撮りに来てください、インスタ更新する、それお願いしますお願いします、ありがとう。ラジオネーム、高明さんからです。ありがとうございます。はたごまりかちゃん、はじめまして。お、はじめまして。北海道からラジコで聞いてます。ありがとう、ありがとう。こちら北海道も桜の開花が届き、ようやく春の訪れです。おと春の春、時差がありますよ、これ時差すごいですね。お二人はツアーなどで北海道に来たことがあると思いますが、はい、プライベートで訪れるなら行きたい場所や食べたいものはありますか？プライベートか、個人的に食べ物では札幌のスープカレーがおすすめです。美味しかった。カレー風味のスープに野菜と香川の骨付き鶏を入れたら美味しそう。わ、今度試してみたいです。これからも楽しい番組をよろしくお願いします。ありがとう。いや、スープカレーめっちゃ美味しかったよね。美味しいよね。私たち SKE のね、はい、チーム E で、北海道行きましたもんね。行きましたね、ライブ行きましたもん。スープカレー最高だった。美味しかった。カレーって全国共通美味しいよね。美味しい。うわ、行きたい、北海道。でも確かにそのスープカレーに骨付き鶏入れたらもう最高だね。絶対合う。あのさ、好き、あ、全然関係ないんだけど、スキヤにさ、いや関係あるわ、スキヤあるじゃん、チェーン店の、スキヤに今ホロホロカレーっていうやつが発売されてて、そのカレーがめちゃくちゃ美味しいのよ、でそれもカレーの中にチキンが丸ごと入ってて、確かにそれも骨付き鶏だったらどうなんだろうっていうのはちょっと考えてみたことがあるんだね。スキヤで考えたんだ。スキヤで香川の味を考える。あ、これが骨付き鶏だったらどんな味するんだろう。香川のことも大好きじゃないですか、それ。プライベートで行きたいね、ところっていうね、内容だったけど、どこ行きたい？プライベートで。北海道で？プライベートだったらどこ行きたいっていう。
ね、あ、私ある。あ、ありますか。ゆうきちゃんちってみたい。来なくていいです。来なくていいです。ゆうきちゃんちってみたい。お家実家にね。実家に行ってみたい。猫ちゃんいるよ。猫ちゃん、あ、可愛いんだよね、うん、その猫ちゃんも。ちゃんいるから、いつも写真撮ってるよね、うん、でもなんか嫌がられてない。そう、写真大嫌いなんですよ、私んちの猫ちゃん。いやー、可愛い、可愛い、ね、ね、ちなみに私は京都に行ってみたい。あ、ね、ずっと言ってるんですよ。京都行ったことあるでしょ。いや、イベントとかトーク会ではね、うん、行ったことあるんですけど。なかなかね、観光までは行けてないんですよね。あの、お寺とか巡りたいなって思ってます。いいよ京都、うん、京都もいいよ。いいですよね。北海道なら、北海道に行ってみたい。お住まいの高明さんからね、北海道に。私どこ行きたいですか、好きな食べ物何ですか、食べてみたい食べ物は何ですかと。うわ、本場の味噌ラーメン、うん、私、ね、あれなんですよね、あの学生時代の修学旅行で北海道に行ったことがあって、あの自由時間があるじゃないですか、修学旅行って。なのでその自由時間をうまく使えなかったから、うん、その味噌ラーメンを食べれなかったんですよ、時間がなくて。味噌ラーメンは絶対食べようと思ってて、その時結局食べれずに今もう大人になって。うわ、だからちょっと一回本場のあの味噌ラーメンが食べてみたい。やばいよ、やばい。食べたことある？私ね、北海道行ったら絶対食べます。いいな。あの空港の中にもあるラーメン屋さんめっちゃ美味しいし、うん、あとね、何が美味しいってお寿司屋さんもめちゃくちゃ美味しい。空港の中にお寿司屋さんがあるんだけど、うん、そこの寿司屋さんもめっちゃ美味しい。マジ？空港でもやっぱあるんだ、北海道って。ラーメンがね、いっぱいあるの。へえ。めっちゃ美味しいよ。ちょっと行きたい。北海道いいね、また行きたいですね。北海道行きたいね、うん、本当美味しいものいっぱいありますからね。ね、ちょっといつかね、うん、行ったら絶対味噌ラーメン、そしてスープカレーもまた絶対食べます。食べましょう。はい、じゃあ続いてラストですね、行きます、はい、愛知県にお住まいのラジオネームバツイチさんからです。いつもラジコのタイムフリーでですが楽しく聞かせてもらってます、はい、ふとアイドルの日常と聞いて気になっていることがあるんですが、 SNS へのコメントをどの程度見ているのか、ハッシュタグジョンラジで出演した番組やイベントのハッシュタグを追いかけたり、エゴサーチは実際やるんですかっていう質問ですね。なるほど。まあ確かにハッシュタグジョンラジは私結構見ますね。確かにジョンラジはチェックしてるかも、うん、してる。そのリアルタイムで結構見てますね。以上。以上。以上でしょ。以上ですね。だから皆さんジョンラジ聞いてくださってる方ね、うん、ハッシュタグジョンラジでつぶやいてくださると私たち見てるので、ゆうきちゃん特に見てます、ね、めっちゃ見てますよ。スタッフさんも全員見てんじゃない、うん、見てる見てる、ね、だからこんなつぶやきあったよとかいうお話もね、収録でよくしてるので、ね、ぜひ皆さんつぶやいてください。はい、お願いします。いや、たくさん話しましたけど、うん、はい、ありがとうございました。引き続きこのお便りコーナーでは皆様からのメッセージを大募集しています。 FM 香川ホームページまたはパーク KSB アプリの投稿フォームからジョンラジ宛てにどしどし送ってください。はい、皆さんからのメッセージお待ちしています。それと SK48 の楽曲のリクエストも大歓迎です、うん、メッセージ&リクエストよろしくお願いします。それではここで1曲お届けしましょう、リクエスト曲になります。東京都にお住まいのラジオネームサチさんからです、うん、ゆきちゃんソロ公演で見事にリベンジを果たした曲無意識の色をリクエストします。待ってました。ゆきちゃんのドヤ顔可愛かったということで SK48 で無意識の色。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。